コロナ感染後に川崎病、1歳男児発症、国内で初確認。海外で類似ケース。東京都立小児総合医療センター、東京都府中市、で3月下旬、新型コロナウイルスに感染し入院した1歳男児がその後、全身の血管に炎症が起きる川崎病と診断された。新型コロナと川崎病との因果関係は不明だが、新型コロナの感染後に川崎病の発症を確認したのは国内で初めて。海外でも同様のケースが相次いで報告されており、専門家は注意を呼びかけている。中略、欧米では川崎病に似た症状を示す患者が増加し、多くに新型コロナウイルスの感染歴があったため、関連が指摘されている。同センターで3から5月に川崎病と診断された患者は0から11歳の14人。新型コロナウイルスの感染歴を調べる抗体検査の陽性者はこの1歳男児だけだった。男児の主治医で感染症科の宇田和弘医師は、1例だけでは新型コロナウイルスと川崎病との関連はわからないとしながらも、新型コロナウイルスに感染した子供は発症から1、2ヶ月間、川崎病の症状がないか医療者や親が注意してみてほしいと話す。毎日新聞記事より引用。当チャンネルでも以前お知らせいたしましたが、新型コロナウイルスに感染すると、川崎病に似た症状が発症しやすい事例が、海外では多数報告されています。ワクチンの開発も副作用の問題や、効果が限定的だとか、悲観的なニュースが流れています。我々は、自分自身で家族や友人と共に健康を維持できる状態を、日頃から習慣化しましょう。ウィズコロナ、という新たな日常、ニューノーマルに対応していく必要があります。3密を避け、衛生的な生活習慣、十分な睡眠、栄養バランスのいい食事、適度な運動、規則正しい生活、ストレスをためないなどです。当社が自信を持って販売する起源酵素は、低下している免疫力を回復し酵素と微生物の力で抗体を活性化させ働ける体内環境を作る目的のバイオ酵素入り発酵清涼飲料です。酵素は、体の健康的な状態を保ち、病原菌やウイルスと戦う抗体の活性化を促しています。酵素の働きによって健康が保たれていると言っても過言ではありません。起源酵素は、11種類の天然素材と霊峰富士の地下から湧き出たきめ細やかな湧き水で作られており、体に害をなす材料や添加物は一切使用しておりません。最後に、皆様にとってもお得なキャンペーンをお伝えできることになりました。昨年末より、全国販売を開始した記念として全商品 30% オフのスペシャルプライスにて、現在販売しております。よろしかったらこのお得な期間に、起源酵素をお試しください。よろしくお願いいたします。お問い合わせは、エコロジーサービス電話 092-407-3604 までよろしくお願いいたします。チャンネル概要欄にリンク貼り付けておりますので、ご興味のある方は、ホームページも覗いてみてくださいね。この動画にご興味があれば、チャンネル登録と高評価をつけていただけると、励みになりますのでよろしくお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。